はい、ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、まあ、ワノ国編で扱ったシーンといえば、海は海賊が相手だの、あの三船長ですよね。キッドとルフィとローのあの3人の組み合わせっていうのが、三船長にしか出せないかっこよさっていうのがあって、めちゃくちゃ熱かったじゃないですか。で、思ったんですよね、ローってオペオペの身の能力者ですよね。で、不老手術っていう、まあ、すごい最上の技っていうのがまだあるっていうことで、数ある悪魔の身の中でも特別な悪魔の身っていうのが、分かっております。そしてゴムゴムの身ですよね。これも最近分かったんですけど、シャンクスが CP9 が護送する船から奪うほどの重要な悪魔の身っていうのが分かってきて、もちろんゴムゴムの身の秘密っていうのはまだ分かんないんですけど、特別感がある身っていうのは分かったじゃないですか。で、そうなってくると、この三船長ですね、キッドが食べた悪魔の身も実はですね、重要なんじゃないかと思ってきて、もしそうであるならばどんな可能性があるかっていうのをちょっと考えてみました。よろしくお願いします。はい、まずですね、ユースタスキャプテンキッドのちょっとおさらいをしていきたいと思います。キッドはですね、サウスブルー出身の23歳205センチ、血液型 F 型のですね、海賊なんですけども、懸賞金はですね、4億7000万ベリーですね。でシャボンディ諸島で初登場した時は3億1500万ベリーということで、その時点でルフィより高かったんですよね。そしてその後、左手をですね、赤髪海賊団と戦って失っているということで、今はですね、左手がないんですよね。鉄くずとかで自分の手を作ってるっていう感じですね。まあ、青生地が足を氷にしたように、ペロスペローが腕を飴で作ったように、まあ、自分の体の一部を自分の能力で作ってると補ってるっていう感じですね。でアプーとかですね、ホーキンスとまあ同盟を結ぶわけなんですけども、アプーはね、実はカイドウ側の人間で、さらにカイドウに立ち向かったですね、キッドっていうのは、まあ、帰り討ちにあってですね、ワノ国のうどんに収容されるわけなんですよね。でそこでルフィと一緒になって、まあ、今はですね、一緒にカイドウを討伐しようっていう感じで、ワノ国の鬼ヶ島決戦っていうのが繰り広げられております。で覇王色の覇気も使えるんですよね。相当強い人物である、で世界政府から見ても危険人物だっていうのは分かってるんですけども、まあ、悪魔の身の能力ももしかしたらですね、ローとかルフィみたいな感じでですね、特別のある身をもしかしたら有しているのかもしれません。でキッドが食べてる悪魔の実の能力はですね、99巻の SBS で、まあ、やっと明かされたんですけども、直々の実という能力、みたいですね。でそこで小田さんがおっしゃってたのは、直で鉄なんかを自在に操れますっていうですね、まあこれだけなんですけど、まあ鉄を自由に操れる能力っていうことですね。でまあ今までの描写を見る感じですね、金属類をまあ自分に引き寄せることができますよね。いろんな鉄くずを集めて、まあ、ジャンプでもビッグマムにこう立ち向かっていったりとかしておりました。またですね、砲弾、まあ、磁力で跳ね返すことができると、まあ反発、リペルですね、リペルという技名はそれを使った技ですよね。でまたですね、引き寄せた金属で、まあ、自分をですね、武装することができますね。今はもうめちゃくちゃ鉄くず集めて、まあ、骸骨とか頭につけてですね、すっごい大きな乗り物を操縦しているような感じで進んでおります。まあ技としてはですね、さっきのリペルの他にはパンクロットンとかですね、パンクギブソン、パンクバイス、スラムギブソンとかですね、まあこれはほとんど音楽関係から来てるんじゃないかというですね、名前の由来なんですけども、そういった技、かっこいいですよね、があります。でこの直々のミーなんですけども、まあ、その磁石みたいな感じで鉄をね、こうくっつけるだけじゃなくて、他にもですね、いろんな可能性があると思うんですよね。でその可能性が本当であるならば、オペオペの実、ゴムゴムの実に並ぶぐらい重要な悪魔の実にこれなると思うんですよね。どういうことかと言いますと、まずですね、まあ、攻撃力としての可能性で言うとですね、皆さんガウス加速器って知ってます？これですね、僕最近デンジロー先生の TikTok で見たんですけど、すごいんですよ。磁石を使った加速装置の一種である。磁石を間に挟み、鉄球を一列に2つ以上並べて反対側から鉄球を衝突させると、反対側の鉄球が磁力によって加速して飛び出すという装置であるっていうものなんですけども、すごいんですよね。磁石がゆっくり近づいてるんですけど、真ん中に並べた鉄にこうついた瞬間にパーンといってですね、めちゃくちゃすごいのが出てくるんですよ。これはですね、コロコロ動かしてるものがめちゃくちゃ磁力を持ったもので、真ん中の鉄球に当たるときにすごいスピードで実は引き寄せられてるらしいんですよね。ついた瞬間の衝撃がこっちに移るんで、こうゆっくり行ってても、ここでは実際はですね、目には見えない速度で速く動いてると、バーンと行ってこっちからパンと離されてるっていう、ガウス加速器なんですけども、まあ、こういった使い方をすればですね、キッドもですね、もう一段階上の技を繰り出せるんじゃないでしょうかね。でまあ今のはですね、ちょっと難しい話になってくるんで、ワンピース少年漫画ですね、そこで描かれるっていうのは分かんないんですけど、このですね、時期を操れるっていうですね、ところがですね、めちゃくちゃ重要だと思います。なぜ重要かと言いますと、この時期を操るっていうことはですね、ワンピースの世界ではあるですね、重要な役割とリンクする部分っていうのがあるんですよね。ワンピースの世界で磁力を持ったもの、皆さん何か分かりますでしょうか。
そうなんですよね。グランドラインの島々なんですよね。グランドラインの島々っていうのはそれぞれですね、特有の磁気っていうのを発しております。そのためにですね、普通のコンパスじゃなくてログポースっていうですね、腕につける丸いものがあるんですけども、まあそのログポースはですね、グランドラインを航海するには必要なもので、時期をですね、記録することができる、まあ、特殊なコンパスですよね。で、まあ、12巻の105話で明かされてるんですけども、グランドラインっていうところはですね、グランドラインにある島々が鉱物を多く含むということで、グランドラインは時期以上を期待してるんですね。普通のコンパスでは方角が分からなくなるんですよね。まあ、原作中でもコンパスをパッと開いてもぐるぐるぐるっと回った感じで、特定の島をこう指すようなことができないと、方向がね、分かんないですよね。北がどっちで南がどっちかっていうのは分かんなくなると。おまけにですね、グランドラインはですね、風も海流も、まあ、恒常性がない、ためですね、ログポースがなければ海へ出れば迷ってしまい必ず死ぬと言われているんですよね。で、グランドラインに点在する島々っていうのはある法則に従って時期を帯びていることが分かっており、島と島とが引き合うその時期をそのログポースに記憶させ次の島への進路とするっていうことなんですよね。ここですね、ある法則に従って時期を帯びていると、そして島と島が引き合うと、まあこのフレーズですね、まあ当時もですね、読んでてなんとなく分かった感じで皆さんいると思うんですよ。で、今までもですね、なんとなくまあ分かんないような、まあ分かるような感じで来てると思うんですよね。僕はそうです。なんかね、分かるようで分かんないっていうか、分かんないようで分かるっていう感じでずっと来てるんですけど、実はですね、ここに直々の実が関係してたらですね、すごく面白そうだなと思ったんですよね。例えばですね、そのワンピースの世界のグランドラインの島々にですね、時期を与えた直々の実の前任者がいた説とかですね、あり得ると思うんですよね。まあ空白の100年とかですね、800年前とかにワンピースのですね、僕たちが今知ってる世界が作られたと。レッドラインが世界を分かつ壁になってて、カームベルトが日本通ってて、まあ、グランドライン新世界ってですね、直線でこう行ってるっていう、まあ、不自然じゃないですか。なのでもしかしたら800年前とかに悪魔の実の能力者がその世界を作り上げた。で、覚醒かなんかで今の世界にもその人物が死んでも能力がですね、影響をずっと与えてるっていうことであればですね、これもあり得ると思うんですよね。島々に直々の実の能力者が、まあ、時期を与えてですね、進路を定めていったとですね、もしかしたらそういうことがあったのかもしれません。またですね、この直々の実の能力、島々に時期があるということはですね、この時期をですね、大きく狂わせて世界に混乱をですね、巻き起こさせることもですね、可能になるのかもしれません。世界をですね、滅亡させる実っていうのは結構いろいろあると思うんですね。強い実はですね、でも直々の実で島々の進路をですね、断つということが可能になれば、直々の実もですね、ある意味で世界を壊滅させる実になるんじゃないでしょうか。まあ、海賊のですね、時代を終わらせることになったりとか、まあ、世界のいろんな交流をですね、途絶えさせたりすることになると思いますので、そういった意味はですね、直々の実っていうのはかなり、まあ、凶悪な力ですね、世界を混乱に巻き込む力っていうのはすごくあり得ると思いますね。で、また可能性の一つとしてですね、島々の磁力を解いてしまうと、解除できる能力が直々の実には実はあって、それをすることでラフテルに行くことができるとかね、そういうこともあるのかもしれません。今はですね、双子岬から7本のルートが最初定められてて、そこをね、こう自由に選んで冒険をして、おのずとラフテルっていうところに着くっていうのが分かってるんですけど、実はですね、そのラフテルに着くためにはですね、まあロードポーネグリフとかで場所が分かるのはもちろん、行くためにどうしても時期が邪魔になっていけないとかいうことがあるのかもしれません。なので、いろんな海賊が挑むにしても、まだロジャー海賊団しかそこをですね、確認してないっていうことになっているのかもしれませんね。まあ、ラフテルに行く手前でですね、ラフテルじゃないところに実は時期が向けられてて行けないということになってて、それを解けばラフテルに行くことができるですね、こういう可能性もあるのかもしれませんね。はい、いかがでしょうか。まあ、三船長ですね、かっこいいんですけど、もしかしたらかっこいいだけじゃなくて、一人一人の重要性っていうのがまだあるんじゃないかと思って、この話をしてみました。いかがでしょうか。はい、このチャンネルではですね、まあ、いろんなワンピースの謎とかですね、発見、最新話の感想ライブとかを話しておりますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。またですね、夏です。日焼けが気になりますよね。はい、僕はですね、外に行くとき、プールに行くときは日焼け止めをですね、しっかり丁寧にこう塗ってからお出かけしますっていう方は、ぜひ高評価の方お願いします。いやいや、神木さん、そんなの効率悪い。僕はですねクーリッシュみたいに一気に一思いに飲んでからプールとかに行ってますっていう方は、低評価の方をよろしくお願いします。じゃあね。